あ、そういえば今日あれだったんですよね。ジム、その明日がジム通う予定なんですけど、で、その時に、今日会員登録するために、そのジム行って、年齢聞かれたんですよね、店員の方に。そしたら、俺自分の年齢23だった、あ、24だと思い込んでて、あ、24ですって普通に何の疑問も持たずに24ですって答えたんですよ、最初。で、そして、店員さんの人に、あ、じゃあこちらのタブレットに生年月日とお名前書いてくださいって言われて、書いたんですよ、生年月日とか入力して。そしたら、23歳っていうのが、タブレットに表記されて、あ、俺、今23なんだと思って ガチで俺、自分の年齢は分かってなかったっす バケモンでした。ちょっとやばかったっすね。